6月のテストの時はすごくこう気温が寒くて、で、まあ、今回8月の中頃に盆ぐらいの時に走り来たんですけども、スポーツ走行。その時やっぱローンが高くなってて、6月のセッティングが全然活かされなくて、すごいこう慌てちゃったんですけど、まあ、しっかりそこで、まあ、暑い中テストこなして、まあこれぐらいでいいだろうっていうところを見つけれて、レースウィークに臨めてたんで、まあ、今回予想してた通り、ローンも上がって、こうすごくこう厳しいコンディションになったんですけど、まあ、リズム崩すことなく、まあ、自分の走り集中して、アベレージもだんだん上がってきてますし、かなり初日にしてはいい手応えで終了できたかなというふうに思います。バイクはね、どうしてもこうこの時期、少しこうちょっと劣ってしまうところもあるんですけど、まあ、そこをリカバリーできるぐらいの。セッティングも見つかって、で、まあ、ブリヂストンさんの、タイヤも生かすことができてるんで、すごくこういい状態で、まあ、今年はまあどこのサーキットも BS さんで走るのは初めてになるので、すごく苦労するかなと思ってたんですけど、やっぱだいぶデータも取れてきて、流れは非常にいいんじゃないかなというふうに思います。忙しかったですけど、まあ、自分のマシンでレースやってるわけじゃないんで、なかなかこう自分のレースの方には生かせてはないんですけど、まあ、バイクに乗ることはすごくいいことなんで、まあ、その中で、まあ、耐久の方もアピールできるところはできたし、まあ、予選は念願の予選も取れたし、まあ、決勝はね、すごくこう非常に残念な結果になっちゃったんですけど、でその後のまあオーシャスでもまた転んじゃって、まあ、すごくこうヤートに関してはすごく申し訳ないなっていう気持ちでいっぱいで、また来年はまあやる機会があれば、ぜひやりたいなと思ってますし、しっかり8時間やっぱ走り切って恩返ししたいなと思いますし、まあ、その経験をね、今後の後半戦に、まあ、生かしたいなとも思ってますから、絶対形に残していきたいなというふうに思ってます。午後ね、少し気温も下がっちゃったんで、コンディション的にはすごくいい状況になってたんで、まあ、明日はもうちょっとお昼の時間帯にあるんで、まあ、狙えるかどうかは分かんないですけど、まあ、ベストを尽くして、まあ、常にトップにいることはいいことなんで、まあ、狙いたいなとも思いますし、まあ、いい走りして頑張りたいなと思います。まあ、ここ菅生では、まあ、山のホームコースでもありますし、ホームコースなんですけど、まあ、自分にとっては嫌いなサーキットでもあるんで、でも、いいアベレージを刻めてるんで、いいレースができるんじゃないかなというふうに思ってますし、まあ、現地に足を運んでいただいて応援しに来てください。よろしくお願いします。